バーカラーのついてあるその棒がありまして、これを引いた人、まあ例えば今パッてこうパッて引いて、あ、これ水木がで、この阿弥陀くじで何のエピソードを喋るかっていうのをこの紙に書いてるんですけど、まあまあわーって見て2番って出たら2番のこのエピソードを英語を喋らず、英語とかあの和製英語とかカタカナ系を一切禁止で喋ってもらうっていうゲームで、1回喋った英語につき10回復帰をしてもらうんですよ。ってことは10回になったら100回ってことですよね。そう、終わり。これは後日編集でカウントをしながらチェックします。ガチやー。また腹筋してる動画をしっかり上げますのでお楽しみに。はい、頑張ろー。でペンペンライト、では始めましょう。ゴーゴースタート。ゴー、じゃんけん、じゃあ勝原さんとおさなちゃんはじゃんけんして、どっちかがいいかしよう。じゃんけんぽん。最初はグー、じゃんけんぽん。アイクでしょ、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 イエーイ。先攻高校だ。でもどっちにしろやんな、引いたら、うん、じゃあ高校で、はい、ってことで、引けばいいの。せなちゃんから、せなちゃんの話もする、ギガラのだけ分かります、ね、誰の話か。じゃん、ビーマイサマー。自分引いた。それにする。せなちゃんおしゃべりがしたからね。せなちゃんのギガラやってあげれば。これ阿弥陀くじを選びます。せーので、阿弥陀くじ、アミタアミダのアミダクジ。そんなことないよ。アミタアミダのアミダクジ。は？何番でしょう？五番。5番押していいの？5番。もう。うん。五番。話しやすそう。リナ、異性のタイプの話。リナ、異性の種族の話。分類みたいな。分類。自分の好きなあの種族、種族、まず人間であることですね。あ、そうですね、種族ね。あとなんかその好きなっていうか、逆に人間じゃない人好きになることあんの？犬とか。え？家族愛みたいな。でなんかその好きなっていうよりこういう人は嫌いみたいな。あ、逆にね。お店の人になんか偉そうな態度を取る人は、嫌い。嫌いっていうか、なんか恥ずかしくないかなって思う。恥ずかしくないかなって思うし、あと、なんやろ、なんかちょっと好きなってことは、心優しい人が好きってことか。うん、てか、まとめた。常識のある人。うんうん、大事ね。そう、あと、何かが起きた時に話し合いのできない人は苦手。あ、感情的になる人。うんうんうん。は、なんか頭弱いんやろなって思う。でさ、すなちゃんと付き合いたい方、付き合いたい方はぜひこの感じになってください。条件を満たしていただいて。好きな種族の人は、あの博識な人が、おお、だから豆知識とかをなんかこう、なんやろ、一個言ったらそのお題に対して、あ、それって言えばさ、みたいなっていうのをポンポンポンって言ってくる人ってすごいなって思う。うん、すごい。不思議な人だって。せなちゃんが言うと、そうでは、リアル引きます。はい、はい、誰が見るかな。イエーイ、ゆきちゃん。さあ、何のエピソードが出るかな。何のエピソードが出るかな。リアル引いてあげる。じゃあ、ここ、うん、行くで。6番。最近食べて美味しかったものの話。みずきさん、みずきさんといえば何や？最近食べた美味しかったものは、待ってな。あの食べ物を出してしまうと、もう完全に一発で終わってしまうんですよ。わかるやん。これどんなどんな何や何や何や。私の好きな食べ物なんだけど。何やったっけ、みずきちゃんの好きな食べ物。思い出せそう。今自己紹介してみたらいつも。アドレナリンたっぷりピンちゃんと大宮みずきです。そうやな、自己紹介。ちょっとみんな意地悪なんやけど、どうしよう。みんな意地悪なんやけど。最近食べた美味しかった。この話、まあ、黄色くて茶色い液体がかかった
あの簡単めのおやつです。どんなえ分からへん。日本語でなんて言うんやろ。日本語じゃなくてもいいんじゃない。日本語よくても。名前なんて言うの。名前なんて言うの。私はさっきあんかけ焼きそばを食べました。あんかけ焼きそばを食べました。あのお野菜がたっぷり入ってて、あの美味しかったです。からしをでも入れすぎてすんごい辛くて泣きそうになりました。でも美味しかったです。あったかくてとても。今日はちょっと寒かったので、あったかくて美味しかったです。好きな食べ物はおかけ焼きそば。待って待って、焼きそば担当か。じゃあ、ティアラたちが更新している、皆さんに情報をお届けしている青い鳥のね。そう、青い鳥の、青い鳥の自己紹介を書くところに、あんかけ焼きそばが書いてあるね。名前の横にも書かないと。え、じゃあ今回のこの遊びで、私が一番失敗をしてったら、それをするわ。難しい、これじゃあ、片言みみずきちゃん、引いていいよ。はい、いきまーす。長期休みがあったら何をしたいかの話。いいわ。やりたいことはそんなにないけど。ないの。あのね、何個かはある。遊びとかちゃん。一つは甲子園に行って野球を見たい。本当に好きよね。の野球ってなんか他の言い方あってるの。何だっけ。え、野球ってさ、何でさ打つの。あの昨日じゃないですか。野球の関連の昨日棒で丸い球をね。球って何。あの球です。あの中にねコルクが詰まってて。
なんていうの歌詞動画、歌詞動画歌詞動画で、どうすんの、ほんまやん、歌詞動画の中に私らのいろんな過去からの思い出の写真をこうスライドショーみたいにして、うん、作ってくれたやつを音楽に合わせてね、音楽に合わせて送ってくれて、それを見たらもう懐かしくて、しかもリアラが頑張ってこう作ってくれたって思ったら、もう涙が出てきてしまって母やん、ほんまに母、母性あふれてるやん。そう、それが一番最近で感動して、ね、いい話やね、てしまった話です。ありがとうございます、誕生日おめでとう、ありがとうございます、今歌おうとしちゃった、うわそれ、それ何個になるの、誕生日おめでとう誕生日おめでとう、これ誕生日おめでとうちゃん、以上、私たち Be My Love でした。